皆様こんにちは。中国武術研究院横浜武術院日本型ご金技クラブ鳴沢誠司です。本日もよろしくどうぞお願いいたします。本日はですね、金沢八景、横浜金沢八景の八景島に来ております。今日は少しですね、いろいろとこの海のある光景というのを紹介しようと思ってですね、やってまいりました。私の今こういる周囲をちょっと見ています。ここがの金沢八景から八景島まで一番の観光地です。この後ろ側ずっとこう見ていきますと、もう松の木と自然が美しいですね。この裏側に八景島シーパラダイスがあります。それを左の方にずっと見ていくと、まあこのようにだんだん海が続いてますね。一応ちょっと反射でシーパラダイスが見えますが、あそこにあるジェットコースターがあるんですね。それがだんだんどのようになるかというと、まあ周囲をですね見ていくと、もうすぐそこはもう海です。であちらの見えるところがですね、野島公園で、あちらで、今新しくですね、また火曜日ですね、野外練習交流会というものを始めようと思います。それ周囲はこんな感じです。で海岸線ずっと一帯広がっていて、とても水と緑豊かな。今日はですね、2023年10月1日です。大暦ですと8月17日になります。昨日はですね、大暦10月16日、おとといは8月15日、中秋の名月、金沢八景は瀬戸秋月という有名な中秋の名月の景勝地がありました。素晴らしい中秋の名月でしたね。本当に美しい月で、とてもですね、心にゆとりができました。まあ、その中で、まあ、新しい横浜武術院の活動というのも4月から行ってきて、半年ちょうど上半期を終えたところです。すべての準備も整ってですね、そしてまた新しくすべての活動というのをですね、金沢区を拠点にしていこうということがありましたね。そこで日曜日にまずは野外練習会というものを始めていきました。それがですね、夏を終えてですね、とても好評だったんですね。それがあってこの10月ですね、あさっての火曜日から、あちらの野島公園ですねの朝10時半から12時まで野外練習会を行います。ここは検診機構と肩ご金技をやります。そして内容はですね、一応全部リセットいたします。どなたもですね、一番重要なところから、そして長くやってた方もですね、一番最初から全部やり直して学んでいくということが大事だなと思っています。やはりリセットということですね。やっぱりこれまでは私の活動でもですね、20周年やってきたんですが、やはり付け足し付け足しというのの繰り返しで、やはり一つ最初から最後まで一貫したやり方というのがしにくかったんですね。それをやはり金沢八景に来てやり直したいという意向もあったんですね。そしてやはり私の生活環境というものも、やはり今まで東京で20年、そして江北で22年ほどやってきたんですが、で金沢八景に来てですね、私は一番この土地に合っているというのを実感しております。この土地はご存知の通り、源頼朝がですね、幕府を開いたところですね。鎌倉のすぐ裏が実は金沢八景で、ここに多くの武将というのは集結していて、そして鎌倉幕府を建てて、その後ですね、足利ですね、そしてその徳川一族がですね、ここで秘書をずっと過ごしていたというです、ね、すごいことを聞いて、徳川家康も毎年来ていて、その住んでたお家が残っていると言って、とても感動しましたね。まあそういったところがあって、やはりこの地というのはですね、縁があったなというのがあります。まあそういうことがあってですね、これから金沢八景の活動というのがですね、まあ屋内はですね、毎週金曜日の10時から12時、金沢八景と金沢文庫の間にある施設で行っております。そして毎週火曜日も10時半から12時まで、もう毎週行います。普段は中止です。そして月に1回の練習会というところで、週8回、そしてプラス1というのを10月から行うようになります。今まで金沢八景のちょうど案内ですとか、野島公園までの行き方ですとか、動画で作ってありますので、それをぜひご覧ください。そして、午前中で終わるようにできています。終わったらですね、この素晴らしい観光地をですね、これ散歩したり、あと自転車もありますので、サイクリングができます。そしてそこからですね、シーサイドラインに乗って南部市場というところまで行くと、美味しい食事とか、あるいは市場が整っています。
そして京急に乗って横須賀方面に行ってもいろいろ観光地もありますし、寿司も出られます。時間があれば三崎口まで行ってマグロ食べたりとかですね、そういったことも行います。この金沢八景、そして三浦半島という地形をうまく活かしてですね、多くの皆様の楽しんで、健康と元気な、そうしたライフワークというものの構築にお手伝いできたらと思います。それでは今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。鳴沢誠治でした。またよろしくどうぞお願いします。金沢八景の八景島からお届けいたしました。またよろしくどうぞお願いいたします。